今日のお取り寄せは高西屋史上最高額1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。借金しちゃうじゃん。みんなの集準備は良いか。名刺テロに備えよう。高見などー、本日の高見寺屋。高橋みなみです。大西沙織です。よろずやです。高西屋です。第125回目です。ということで、お肉はお好きですか？大好き。私はお魚とかお肉とか、はい、好き。どっちも？どっちも好き。Excuse me. Beef or chicken? Chicken please. I'll see you. Oh my god. Yeah. ということで帰ることになりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ってきて。おはようございます。一緒にやろう。高西屋ですよ。はい、もう早速ね、本日のお取り寄せのお話させていただきましょう。はいはいはい。22軒目となる今回は山形県山賊仲間姫吉さんのおすすめ、はい、創業明治27年、米沢牛時和さんのロースサイコロステーキ 800g と特製塩コショウです。イエーイ。ちょっとお値段とか紹介しといて。オッケー。お値段、消費税、送料込みで、ブルッカン、36,420円です。それが、うわやばー、これです。すごいんですけど。見えますか？ねえ、ねえ、これは一目でわかるいいやつや。ちょっとよく見せて。どう？え、すごい。ねえ、サイコロの粒がさ、思ってたよりでかくない？一個一個がめちゃくちゃ大きい。すげえ。一目でわかるいいやつや。これうまいやつや。うまいやつやね。これ早く食べな。食べたいわ、はい、ということで今回も、はい、あのレンチンご飯も用意した話した？してない。あ、レンチンご飯もあの用意していただいたんですけれども、はい、ストックがなかったから予算で購入しました。はい、これなんでやねん。はい、で今回も、うん、小泉社長が焼いてくれるということで社長働き者。はい、もう本当ありがたいですね。ありがとうございます。じゃあもうこれ小泉社長のところに、飛んでけー。この塩コショウをつけて食べたいと思います、はい、あのスタッフさんたちの分は今絶賛社長が焼いてくれて、もう焼き次第ここ来てくれるんですけど、先に私たちいただきます。見て、うわ見て、うわ見てよ。いや、はい、最高のサイコロいっちゃってえぇ、口に入れた瞬間だったよ今。はい、いらない。はい、いらない。うん、そうでしょ。歯茎もいらないかも。歯茎もいらない、うん、え、いただきます。ええ、これはスノーでできているかっていうぐらい、うん、なんかもう、え、すごいよ。え、なんか雪初めて踏みしめた時の感触、え、くない？すごいね、うん、でも雪が溶けていくんだけど、なんかあの綺麗なこう肉汁がビュアって出てくるのよ、その代わりに、うん、ね、美味しいんだけど早くみんな食べてほしいのに。でもうちらが先に食べるからね。美味しいんだから。うますぎる。このさ、塩コショウもめっちゃ美味しくない？おお、めっちゃ美味しい。でもちょっとでいい。これ買った方がいいよみんな、うん、すごい。塩コショウだけでも買った方がいいけど、うん、できればこれも一緒に買ってほしいけど、いただきます、うん、え、どうやっちゃってる？じゃ、なんでこんな、え、すごいんですけど。でも、え、どんだけ汁がこの小さいかけらの中になんか凝縮されてんのっていう。え、うん、海本当にすごい。え、本当にすごい。本当海だわ。
んかどういう技術でこの肉汁がこの肉の個体にこう蓄えられてるのかが分かんないぐらい肉汁が出てくるの、うん、こなんか地球って感じ、なんかそう小さな小さな星の中に、うんうん、こんなに海ってあるんだみたいな、なんかあすごいなって、私たちが知らない世界ってまだまだあるんだって、うん、これからも俺たちの冒険は止まらないぜって感じ、うん、だからもう海底に初めて潜れた人たちみたいな、そうなの、そのぐらいのえすごいんだけど、なこれ早くみんな食べてよ、早くみんな食べてよ、共有したい、でも社長が今絶賛焼いてくれてるから、でも社長が一番辛いよ、うん、だってこの肉の匂い嗅ぎながらさでもその肉はみんなにさまだ今2段階目ね焼いてるから、うん、多分社長はさ僕は3段階目でってきっとなってるから、でも分かんない、つまみ食いしてるかもしれない、つまみ食いしたの社長でもいいよそれぐらい、あのつまみ食いするのが一番美味しい説あるからね、やっぱ料理作りながら、え美味しい、なんかしかも油もしつこくないの、うん、はいはいはい、すごくない、ずっとすごい、なんかずっと口に入れてうわすごいってなってもう一口食べるじゃん、したらもうすごい三口でもすごいってなるの、なんかずっと同じ味を提供されてるのに、うん、全部違う、うん、もうさらにさらにみたいな、うん、これは うわーすごっ、でねもうなんかこのね食べるだけじゃね、今回こんなすごいものをさ食べるだけじゃダメだよって、うん、うちらなんかお祝い事がないとこれは食べられないよねって話をあのアフタートークでしてたんですよ、このお取り寄せを決めた回でね、うん、で、あの先々週のアフタートークを見てくれた方はご存知のように、うん、こんだけ高級なお肉を食べるからには何かしらのパーティーをしたい、うん、ということで今夜は4月っぽく高西屋入学パーティーを開催することになりました。いやでもなんか私はもう初めてのお肉に入学した気持ちだから、もうなんか確かにそうだよね、もうなんか自分にもお肉にもあの入学おめでとうって感じなんだけど、うん、っていうかさ、うん、入学したもの発表してさあ、うん、みんな入学おめでとうで食べたかったんだけど、確かにね、 なんでさっき食べたえそうだよね、焼いて、うん、焼いてる間にこれ取っとけばよかったんだよね、うわでもしょうがないよ、もうだってそこに肉があったから、そうだよね、うん、食べなきゃって思っちゃったもんね、食べてよかった、美味しかった、美味しいね、最高。でもなんか入学パーティーはとりあえず、うん、あの皆さんのねあの山賊仲間の、はい、スタッフさんたちの分が今焼かれている途中なので、そうだね、とりあえずあのやらなきゃいけないことだけやっていこうかなと思うんですけど、はい、はいはい、入学パーティーする前に、うん、7月10日日曜日高西屋イベントを開催します。わーこれも発表してね、はい、昼夜の2回公演、会場はサイエンスホールです、うん、はい、現在ニコニコ動画セカンドショットチャンネル会員向け先行抽選申し込みを実施中でございますので、詳しくは番組ホームページをご確認ください、お願いいたします、うん、で今回のコンセプトがみんなで作る高西屋ということで、こんなイベントにしてほしい、これやったら面白いかもといったアイディア、さらにイベントのタイトル案も視聴者の皆さんから募集しております、はい、で今回ここで、うん、あのイベントのタイトルを決めたいと思いますので、タイトル案届いてるやつを見ながら決めていきたいと思います。はい、でスタッフさんたちが揃ったら入学パーティー始めよう。そうだね、それ前、その前までにちょっとあの、うん、決めとこ、決めとこ、早足で決める、うん、オッケー、はい、イベントタイトル案なんか良さげなやつをピックアップしていきましょう。太鼓の凡人さんからいただいた、はい、高西屋2022年夏の陣、なんとなくかっこいいかなと思うんですがいかがですか。これ結構王道だよね。うん、あとアルフレッドさん、うん、山賊仲間大集合だよ、高西屋イベント2022、うん、普段の番組ではトークの中でスタッフさんたちに話を振っていますが、会場にいる私たちに話を振ってください、うん、声は出せないかもしれませんけど、そこは方法を考えていただいて、かっこ笑い投げっぱじゃねえかおい、高西屋の中に入っている感覚を味わいたいです、死ぬ気でチケット取ります。おいいね、うんうん、どう、なんか気になったのある。私、まあ、アイス紅茶さんの高西屋イベント2022、うん、生きて帰れると思うな。わかるこれ結構いいよね、これめっちゃいい、だって山賊の集いなのでっていうやつと、うんうん、あと私車エビさんの、うん、ザ・プリンセス・オブ・バンディット
あいつらこそが山賊のお姫様って言ってめっちゃいいじゃん。めっちゃいいなって思って、うん、ただこれだとやっぱメインが2人になるなっていう、うん、まあまあまあね、みんなで作るってなると生きて帰れると思うなかなみたいな。いや、このザ・プリンセス・オブ・バンディットだったら、うん、もうやっちゃうもんね、ラケット持ってきて。やっちゃう。だからそれぞれの、だからみんなもあれだよ、それぞれの推しの中学校のジャージ着てこないとダメってなっちゃう。きついよそれ。めっちゃ楽しそうじゃない？楽しそう、うん、めっちゃ楽しそう。当日、うちらもう何着るかは、うん、当日までのお楽しみだよ、みたいな楽しいよね、みたいな感じ。そうね、そうね。そう、めっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそうじゃない？でも配信あるんだっけ？配信あるってなったらそれできないよね。え、できないの、うん、でも売ってるもんね、普通にあの公式とかで売ってるやつ。え、いいの？で、その曲とかを借りて、借りれないでしょ？曲は無理だけど、うん、でもなんかどうにかなるじゃん。まああの、あれみたいなね、うん、ジングル作ったみたいなね、そう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 、音痴でね、うん、だからみんなはまあジャージとまでは行かずにまあそれぞれの推しの学校のカラーを取り入れてくるとか、うん、なるほどなるほど、水色なのか黄色なのか青なのか、そうそうそう、うん、まだ何の集いだってなっちゃうけど、うん、100曲マラソンかなってなっちゃうけどそうだね、いいね、うん、まあでも楽しそうだなって思っちゃうね、うんうん、まあ確かに。でも高西屋イベントでなんかちょっとこうタイトル見て惹かれるなって思うのは生きて帰れると思うのよね。確かにね。何が行われるんだって、うん、いたって普通のイベントだと思うんだけどそうね、そうそう、みんな無事に全然帰れると思うけど、うん、え、どうする、もう決めちゃう、これで決めちゃう、いいよ、いい、うん、はい、うん、すごいすんなり決まってちょっとびっくりしてるんですけども、はい、え、じゃあ7月10日日曜日にサイエンスホールで行われる我々高西屋のイベントタイトル、はい、山賊仲間アイス紅茶さんからの提案で、高西屋イベント2022生きて帰れると思うなに決定しました。わーやー、え、かっちょいい。なんかでもなんか生きて帰れなさそうなさコーナー作りたいね、一個、うん、そういうコーナーも募集しておりますので、ぜひあのメールで送ってください。はい、お願いします、 わー、やけたってよ、やばい、入学パーティー始まっちゃう。ちょっと待って、ちょっと、やれることやるわ、やれることやって、新しく高西屋ファンアート届きました、こちら、こちら、バン、てーん、見えますかね、はい、メッセージ読んで、山賊仲間、無口山さん、8年勤めた仕事を辞めてプー太郎になりました、うん、正直軽く人生積んだなって感じです、うん、皆さんと比べると下手くそで申し訳ないですが書いたので送ります、うん、ありがとう、むくちやまさん、ありがとう、新しい、人生頑張ってほしい。そうそう、元気がない時は高西屋に来て、うん、そしてはい、そしてね、大事なことなので、うん、4月になりましたので番組ツイッターのフォロワー数による追加予算が出ました。金額はこちら、ダディディン、ダディディン。そしてよ、はい、皆さんお忘れじゃないだろうね、忘れてた、高西屋新グッズの You know me、 You know me、 You know me、 こちらですね、一つ売れるごとに、うん、10円我々に入るというね、番組予算になるということになりました。第1期の売り上げが出ました。追加される予算は何個売れたの、こちら何個売れた、ゼロゼロゼロ、ゼロ間違えないでよ、アナログだからしょうがないね、お宝鑑定団だったらもう処刑されてるよこれ確かにね、1、10、間違えましたそんな聞いたことないからね頼みますよ、じゃあもう一回いくよ、こちら0 6 お3え刻んでくね、え3お、すごっ、3360円入ります。すごい、ということは単純計算、湯飲みが336個売れたってこと、すごい、すごい、336人の人、イエーイ、イエーイ、乾杯、イエーイ、乾杯、イエーイ、嬉しい、すごい、ありがたいね、まだ売ってんのかな、ね、まだ売ってるのでぜひ330、ちっちゃい学校ぐらいの人が買ってくれた確かに ね、 ね、すごいね、ちっちゃい学校ありがとう、337人目に皆さんなってください。はい、これらを受けましてですね、現在の高西屋の予算はこちら、もゆなみゆなみゆなみなパレード、はい、こちらでございます。やること終わった、やったー、よっしゃー、ということでここからは高西屋入学パーティーを開催します。おめでとう、おめでとう、みんなおめでとう、自分にもおめでとうして、自分にもおめでとう、
これだけ聞くと意味がわからないと思いますが、簡単に言うとチーム高西屋の一人一人が何かに入学、うん、つまり何か新しいことを始めて発表し合おうじゃないか、うん、さらにその証明になるものを、まあ、持ってこれるものがあったら持ってこようとなり、はい、今この時を迎えております。はい、視聴者の皆さんからも入学報告メールがたくさん届いていますが、どういう順番に発表する？でもさ、まずはさ、ちょっとさ、もう私たちもう食べちゃってるから、食べちゃってる、スタッフさんたちが入学したことを報告してお肉を食べるっていうのはどう？確かに。で、おめでとうからの一口。おめでとうからの一口。あ、いい。じゃあ誰から行きたい？誰から行きたい？行きたい人。うちらの入学報告はちょっと後で待ってね。あ、くまもん。あ、そういうこと。そうだよね。いつもカメラやってくれてるんだけど。そう、くまもんね。うん。今日はミキサーなんだ。え、デビュー？いや、まあ他の。入学でもまあでも最近最近最近入学おめでとう。入学おめでとう。食べて。どうぞ行って。入学おめでとう。あ、待って、これはこれ投げていいの？ダメ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 。投げていいの？瓶だから危ないから。ごめんごめん。オッケー、ありがとう。いや、これはちょっとつけた方が美味しい。確かに。だから今日珍しいねってなって、うん、そうそう、一瞬私シマモンやめんのかなって思ってた。ちょっと待って、早くない？早いなと思って、うん、もしかして入学と同時に卒業と思って驚いちゃったけど、よかったよかったよかった、はい、オールラウンダーになるためにね。そういうことや。食べて。シマモン入学おめでとう。え、ねっちょり？ねっちょりって言った今、 ねっちょりって言わなかった？ めっちゃ柔らかくて美味しい。めっちゃ柔らかくて美味しいって、よかったね。入学おめでとう。入学おめでとう。幸せそうなくまモン見てるとこっちも幸せになってる、ね、でもなんか今驚きがね、あったもんね今、うん、ってなったから。それであれね、肉汁の海にね、歓迎されてたよ、うん、おめでとう、よかったね。次行きたい人。次、あ、お、チョコポジ。入学しました。うわー、入学おめでとう。入学する？うん、入学しよう。すみません。すごい。ニールデイビス。本当だー。どっちから行く？じゃあ私から行っていい？いいよ。私はね、ちょっと見た目で分かることなんだけど、うん、シースルー前髪に入学しました。わー、イエーイ。可愛いと思った。本当？うん。いや、なんかさ、その流行ってたじゃん、結構前からシースルーみたいな。うんうんうん、いやでもなんかこうハゲ散らかって見えんじゃないかなとかさ、うんうん、結構不安だったんだけど、うんうん、なんか覚悟を持ってやってみたら、うん、意外といけるやん。いや、めっちゃ可愛い。本当？ちょっと去年の夏ぐらいめっちゃシースルーしてたけど、うん、なんか似合ってるわ。本当に、うん、よかった。ちょっと入学してみました。入学おめでとう。ありがとう。じゃあ私も食べよう。入学おめでとうで、ね、入学おめでとうで食べな。うん、いただきます。ちょっと冷めたかもしれないけど、冷めてもうまい。冷めてもうまい。うん、やっぱ高い肉は違うのよ。冷めてもうまいわこれ。すっごっ、うん、いや、いいね、うん、入学おめでとう。ありがとうみんな。入学おめでとう。どうですか、高見ちゃんは。私、うん、入学させていただきました、うん、証明はちょっともうないんだけど、うん、パーソナルジムに入学しました。ありがとう。あれ、今までジムとか行ってたっけ？1ミリも行ったことない。そうだよね。もう本当に私体を動かすことがマジで嫌いなの、うん、でもなんか体力の衰えも感じるし、うん、なんかそれこそマチコと喋ってて、うん、マチコは体力がなくなったと思ったらジムとかに行くのよ、ちゃんと。だからその話を聞いて、うわ、私も行こうと思って、うん、家の近くのパーソナルジムに入学しました、うん、マッチョになる私に期待してください。うわ、いややばい、筋肉んじゃん。あれと あそことコラボできるじゃん。あそこ、このカラー盗まれたところ。盗まれてはないけど、いただきます。はい、召し上がる。冷めてもうまいでしょ、うん、本当に、うん、ちなみにジムは行ったの？うん、おもう行ってる、早速、うんうん、一回ね、一回、うん、うん、私、うん、話、うん、ネイル、あ、メール、メール読もうか。あ、そうだね。え、どこ行った？あ、ここに食べ終わった。あ、はい、どうぞ。いや、でもなんか筋肉がすごいないですって言われた。
最初に見てくれるの、うんうん、見てなんかそれどれぐらい今体力があるのかみたいなのを見てくれて、うん、一緒にこう組み立てていきましょう。パーソナルジムだからやっぱ合わせてやってくれるんだけど、うん、なんかもうすんごい筋肉ないから、うん、よくこれでなんかそれこそねあのダンスとか踊ったりとかしてみたいな、で疲れがすごいんですみたいな話とかもしたのね、うんうんうん、そしたらなんかよくこれでダンス踊ってますねっていうぐらい筋肉なかった。そう、あ、そう、これからちょっとずつ頑張りましょうって言われて、そうだねちょっとずつ頑張る、うん、頑張って、はい、続けられるように、はい、今日のこのお肉の味を思い出して、うん、ちょっと噛み締めながらパーソナルジム行きたいと思います。そうだね、卒業しないようにお願いします、はい、お願いします。じゃあメール行く？みんなからの入学も、うん、入学報告も来てるから、いやおめでとうしたいよみんなの、山賊仲間行列のできる布団屋さん、うん、ありがとうございます。ズバリ私が入学したのは中学校です。え、どういうこと？あ、23歳にして。どういうこと？というのも私はこの春から新採用となる新米教員です。すごい先生。まだこのメールを書いている時点では生徒に会えていませんが、うん、どんな生徒たちが待っているのか、自分はどんな風に授業を、そして関わりをできるのか、期待と不安で半々な気持ちです、うん、よろしかったらお二人からエールをもらいたいです。え、先生、新米先生なわけだ。入学おめでとう。おめでとう。じゃあ今一番ドキドキじゃない？4月からだもんね、だって、うん、そうだね、もうすぐじゃんね。中学校の先生ってことは何かの科目に特化してるってことだよね。そうだね、何か分かんないけど。でも中学校の先生って重要だからそうよね、うん、何？行列のできる布団屋さんだけど新米教師になってるなって。布団屋は卒業したんじゃない？あ、卒業したなるほどね、頑張ってください。めっちゃ頑張ってください、応援してます。次、山賊仲間 G ワンダーさん。私はキャンピングカーに入学するため昨日新車を買いました。すごい。完成したキャンピングカーを買ったのではなく、うん、自分が快適に車中泊できる最強のキャンピングカーを目指して、うん、DIY しようと思っている。すごいんだけど。どういうこと？覚悟だな。電動工具など触ったことない私でもできる内容で考えています、うんうん、完成した暁にはアニメの聖地巡礼をしたりご当地グルメなどを楽しむ予定です、うんうん、ただ納車は6ヶ月待ちなのでまだまだ先なんですけどね。まあ、先気持ちだけ入学したってことね。そうだね、でも買ったは買ったんだ。そうだよね、うん、すごいんだけど。キャンピングカーってさ、自分 DIY できるの？どういうこと？大きめの、うん、ボックスみたいなの買って、買ってってことなのかな。あ、そういうこと。へー、入学しとるやん。こう、じゃあちょっと完成したら写真送ってもろってね。確かにね、うん、ぜひ、はいはい、お願いします。でもとりあえず車を買うのは一大イベントだから。そうだよ、おめでとう入学。おめでとう入学、おめでとう。あとは2枚目かな。2枚目、うん、2枚目いきましょうか。はいはい、ヒューマンエラオス、ん、ヒューマンエラオスケ、スケ役補佐役補佐兼車掌、うん、おめでとう。私が入学したのは乗馬クラブです。お二人が出演している馬娘から競馬を見て、そこから馬に乗りたくなり始めました。乗馬に集中していると嫌なことを忘れられてストレス発散、体も結構使うので運動不足解消にもなります。また何より馬が賢くて可愛いので癒されます。乗馬ライセンスなどの取得目指して頑張っていきたいです。おー、すごい、おめでとう、おめでとう。いや、私も乗馬やってみたいんだよな。私も乗馬やりたいね。うん、めっちゃやってみたい。でもさ、できるところがさ、なんかなかなかないっていうかさ。でも都内にもあるよね、できるところ。あるけど、なんか私が知ってるのがすごいお高いクラブですみたいなところだから。あ、まあ、確かに。だったらね、軽井沢とか行ったらね、気軽に乗れたりするから。ポニーは乗ったことあるよ、うんうん、公園とかで。でもお馬さん、ガチのお馬さんはないからさ。でも軽井沢だと私お馬さん乗ったことあるな。あ、そう、うん、軽井沢で乗馬ロケとかだったら行きたい。行きたいね。うん、てか馬に触ってみたい、遊んでみたい馬と。あー、確かにね、うん、遊べる、遊べないんでくれるお馬さんがいれば。でも乗馬のね、体験できるところだったら少し触れ合うとかできるんじゃない？そうだよね、うん、ちょっと考えておこう。楽しそう。次、山賊なまっか。いやいや、これはあれだから、慎吾くんリスペクトだから。うん、山賊なまか、おぺけさん。ありがとう、おめでとう。ヘアカラー入学しました、番組で映る高見菜さんのヘアカラーに憧れつつ、校則がきつい私の高校ではできなかったのですが、卒業したので美容室でミルクティーブラウンにしてもらいました。おめでとう。もう最高な気分です。早く友達に見せたいです。見せたい、かわいい。おぺけ、おぺけ、おそろだよ、おぺけ。嬉しい。続きまして、アイス紅茶さん。お、さっきのタイトルの人。お、
水に入学しましたよ。どういうこと？ちょっとわけわかんない。私はただの水が飲めませんでした。喉が通らなかったのです、うん、家族や友達には不思議に思われていたのですが、 SNS とかで同じ人を結構見かけます、うんうん、何の味もしない水を飲むのは苦痛だったのですが、ここ最近になってやっと飲めるようになってきました。褒めてください。すごいじゃん。おめでとう。水入学そういうのあるんだ。ピョン飲めないもん。山崎遥ちゃん水飲めないの。でライブとかも一人だけあのレモンティーなの。へえ。わかりやすい。あれだけはピョンの飲み物だと思ったから。そうだよね。そんなのあるんだ、うん、水アレルギーとかもたまにあるよね。まあアレルギーではないんだろうけどね、うん、よかった。おめでとう。おめでとう。ということで、はい、数々の入学者たちを紹介していきましたが、ラストを飾るのは社長でね、この方。ダンダダンダンダーン、はい、社長。エルデンリングに出ました。出た。あのガチでクリアを目指してます。あの鬼畜ゲー、はい、うわそうなの。そうだよ、エルデンリング。へえ、王となれ。もうセカンドショットの王なのにさらに高みを目指してるわけよ。すごいじゃん。どうなんですか、進捗は。進捗は一番最初に当たる、スリーナイトっていう、めちゃくちゃ強いじゃないんですけど、はい、それは最初のレベル初期装備で3時間以上かけて倒しました。おーすごいのかわかんないけど、すごいだよ。エルデンリングがわかんないけど、でもなんかすごい話題だよね。あれだよね、ブラッドボーンとか作ってる会社のもうほんとなんかそういうのも何マップ全すっげー広いし、オープンワールドってこと？そう。あ、そうなんだ。だしもうなんかどこからでもある意味行けちゃうみたいな感じだから、めっちゃなんか大変みたいな。食べました社長これ。食べました。めちゃくちゃうまかった。先に入学してた。先に入学してた知らんうちに入学してた。まあまあいいでしょ。おめでとう。エルデンリング入学おめでとう。てかさ、エルデンリングで思い出したけどさ、うん、わしらいつになったらさ DVD できるんじゃ。何を。なんかさ社長がさなんかキラー練習してるんでみたいな、なんかセカショーのゲームなんとかでなんかやりましょうよみたいな言っててさ。確かに。わしらもうキャッキャキャッキャしてたのに。マジで来てください。ちょっとご相談で。はい、いつか、はい、ありがとうございます。すいません。いやずっと思ってたんだよね。早くうちらこんなに DVD やっててさこんなにさ頑張ってさ、そうだね、もうどのパークが強いかとかさ、うん、一生懸命やってさ、うん、毎日戦ってるのにさ、うん、全然呼ばれないから確かにね。早く見せたいこの2人の実力をって思ってたんだよね確かにね、うん、じゃあなんかいつかもしかしたら入学するかもしれない、うん、そのセカショーゲーム部、うん、ゲーミングチャンネル、お楽しみにって感じでございます。はい、お願いします。はい、ということで、まあ、皆さん新学期新生活ね、4月から始まる方、うん、中学校にね入学する方、うん、いると思いますけれども、みんなそれぞれ頑張っていきましょうね。はい、たまには美味しいもの食べようということで、今回も高西屋よろしくお願いします。高見と大西の高西屋。お送りしてきました高見と大西の高西屋、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーにメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、 ぜひ確認してみてください。いやさっと行くでしょ、さっと時間ないんだからさっと行こうって言われてたからね。とりあえずじゃあ行くね。うん、とりあえず行こう、はい、この番組の経営ボタンセカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます。コスパがいいと噂のセカンドショットチャンネル、よろしくお願いします。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローよろしくお願いします。さらに高西屋新グッズの You Know Me セカショーカタログ2021などグッズ情報が更新されていますよ。詳しくは番組ホームページをご確認ください。はい、7月10日日曜日高西屋イベントをやります。いやいやいや、現在セカンドショットチャンネル会員向け抽選申し込みを実施中。みんなと作る高西屋よろしくお願いします。ということで高西屋第125回はすごい回だったんですけれども、うん、はい、アフターでなんか100円払払いますそれってプロンプも噛んでるから田所さんが言ってるのでなしなし、うん、田所さんがアフターで100円払いますイエーイやったお西ちゃんも人の心があったら払います
はい、ということでみんなのやっぱ入学を聞いたらすごい嬉しい気持ちになったし、ハッピー、すごい春が待ち遠しい気持ちになりました。はい、はい、うん、ちょっと寒い日も続きますけれども、まあ、みんな体調に気をつけてそれぞれの生活を頑張っていこうねという感じでございます。ちょっといいこと言ってる、本当にいいこと言ってるよね。私っるやっぱりなんかお肉の脂が良すぎて喉がもうめっちゃ冴えてんの今、うるうるうる。さあ今回の高西はここまで、高橋みなみと大西沙織でした。バイバイ。絶対に100円払うよね。